休業から2ヶ月後の柿の元の石油セルフスタンド、八戸公用セルフ。2010年現在は、岡本グループのセルフスタンドとして、営業中株式会社、柿の元の石油は、青森県青森市に本社を置き、青森県内を中心にガソリンスタンドを展開していた企業。本社は、青森県青森市南筑田1の4の10。同社は、ジャパンエナジーの特約店で、 SS の運営のほか柿本ブランドで、県内各地や岩手県二戸市などにて、多数のセルフ方式のガソリンスタンドも展開した。同社では、プリペイドカードシステムを導入し、事前に購入した金額によって、値引き額が変動するようになっていた。2008年3月のガソリン暫定税率一時的、廃止前にガソリン価格の値下げを先行する。ガソリンスタンド以外にも、 コイン洗車場やコンビニエンスストアやコインランドリー、女性専用フィットネスクラブなど運営を拡大する。ところが2008年10月5日に事業を停止、翌6日には同社のガソリンスタンド全店が何の説明もないまま一斉に休業する。2008年10月10日、記者会見で前払い方法による仕入れ方法への変更が資金繰りの悪化につながったと、 柿の元の社長が謝罪した。石油元売り大手に支払うはずだった2008年6.7月分の支払い約10億円を滞納しており、これによって同年8月からは全面的に供給をストップ、そして同年9月5日には特約店契約が打ち切られた。さらに大手都市銀行等に約15億円の融資を求めたものの、こちらも断られたことも明らかになった。 そして約5ヶ月半後の2009年3月26日、青森地方裁判所より、破産手続き開始を決定した。負債総額は102億8390万円。破産後、同社が運営していた店舗の一部は、同業他社の居抜きによって再度ガソリンスタンドが入居しているところがほとんどである。ありがとうございます。